それでは始めたいと思います。一言お祈りします。天にいます私たちのお父様、皆を賛美します。今日も新しい朝を作ってくださり、私たちをこの場に集めてくださったことを感謝します。主が私たちを生かしてくださり、私たちに真理を教え、それを通して主の栄光が輝くように、また私たちがそのことで福音を伝えられるように、その主が教えたいことの本質を悟らせてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、昨日恐竜の話の途中で終わってしまったんですけれども、向川町で向川竜が発見されました。2003年のことですね。でその向川竜の化石はしばらく普通のその水の中の水流ですね、首長竜なんかと同じだと思われてしまっておかれたわけですけれども、後に恐竜の専門家が調べに来て、そしたらこれは水の中で生きていたのではなくて陸上の恐竜だったっていうことが分かります。それから発掘が急展開していくわけですね。でその温度を取ったのがこの小林准教授ですけれども、で、こういう発掘をしていく中で全身骨格が出てくる、まあ、この右側の図のような形で恐竜が埋まってるっていうことが分かりました。で、それが復元された、これはあれですね、レプリカになりますけれども、こういう形で出てきたわけですね。でカムイサウルス・ジャポニクスという名前がついて、そして、この恐竜が発掘された地層は海成層、海の中で堆積したと考えられる地層ですね。でそこに埋まってるっていうことは、陸上の動物がそこに埋まってるっていうことはどういうことかっていうことなんですけれども、しかも陸地のすぐそばだったらまだ分かりますけれども、陸地から遠く離れたところに埋まってるっていうことですね。しかもほぼ全身骨格が出てきたっていうことです。で小林准教授は何かの拍子にこのカムイサウルスは足を滑らせて、波の中に、海の中に落ちてしまって、それが10キロぐらい遠くまで運ばれて、波によって運ばれて、それで、食べられもせずに、下海底に沈んで、それが 何千万年という時間をかけて埋められていって、それでこの恐竜の化石となったんだっていう仮説を立てました。どうでしょうかね。そのようにしてこれはできたんでしょうか、この化石ですね。で昨日お話したように頭ボサボサですけれども、西村さんってここの向川の保別博物館の、学芸員の方と会っていろいろ話を聞いたんですけれども、でこれは NHK スペシャルの日本の巨大恐竜っていう番組ですね。その中でこういう部分がありました。この赤く見える部分、ちょっと赤く見えますか。向川竜の足の一部が発見されたところですね。このすぐそば、そのすぐ上のところ、この黄色くなっている部分ですけれども、これは丸太です。皆さん、なんで恐竜の化石と丸太の化石が海の中の地層から出てくるんでしょうか。どうしてだと思います。木の化石だったら陸地から出てくるって考えるのが普通ですよね。丸太も海の底に沈められたっていうことですね。で、西村さんがこの NHK スペシャルの中で言っている仮説は、向川竜は木材と一緒に海に流された可能性が出てくるっていうことですね。これ
NHK スペシャルの言葉通りですね。そして向川流は津波とか洪水みたいなものによって海に流されて、そして一緒に海底に沈んだ可能性があるっていうふうに言っています。なんか思い出しませんか？ノアの洪水があったらまさにこういう状況が起こるわけですね。で、あの西村さんはおそらくクリスチャンではないと思いますけれども、こういうふうに NHK スペシャルで言っています。そしてあの木材はさっきの一つだけですかって聞いたら、いやたくさんあったっていうことですね。周りに木材の化石が、まあ、丸太の化石がたくさん出てきたっていうことですね。もしノアの洪水があったら、当時の洪水前の木々は、津波によってなぎ倒されたりして海に浮かぶわけですね。でそれが、波によって打ち寄せられたりして沈んでいきます。最終的には水を吸って沈んでいくわけですね。でそうするとそこで化石になります。で、あの今日は話さないですけれども、そういうふうにしてノアの洪水前の、まあ、森林とかがこう押し流されて、そうするとあの風とか波によって運ばれて、大体同じところに大きい丸太だらけの、まあ、毛布みたいな絨毯みたいなのができます。そうするとその川と川が擦れ合って木の川が下に沈んでいくんですね。でそうするとその下に沈んだ木の川って何になると思います？泥炭になることが分かってます。泥炭っていうのは石炭の元のようなものですね。でそれが上にさらに地層が堆積したりすると押されて最終的に石炭になっていくっていうことですね。ノアの洪水が起こったなら石炭ができるのも全然不思議ではない。しかもですね、ノアの洪水前の森林の量、どれだけあったかわからないですけれども、今よりもすごく繁殖していたんではないかと思われます。ですからそれが石炭になったんだっていうことですね。また洪水前の動物たちから石油ができたと考えられます。ここではあの先ほどのこれですね、木の丸太のような化石ですね。これ皮がついてないですよね。樹皮がついてないです。そのことを、まあ、これだけじゃ分からないかもしれないですけれども、このことも水の中で擦れて皮の部分は落ちてしまって、あの木の丸太の、まあ樹皮のない部分ですね、それがあの恐竜と一緒に埋まったっていうことが言えると思いますね。こういうふうに洪水から、あ、ノアの洪水があったと考えるなら、向川流の化石ができるのは全然不思議ではないわけですね。ノアの洪水を否定すると途端に不思議な説明をするしかなくなってしまうわけですけれども、聖書にはですね、箱舟に乗らなかった花から息をするすべての地の上を動くものは死に絶えた、こう書いてあります。恐竜はどうだったでしょうか？恐竜は陸上の生物で、地の上の動物、清い動物と清くない動物、箱舟に連れてこられたわけですよね。恐竜も当然連れてこられたと考えられます。皆さんこんな感じでしょうかね。実際にその恐竜っていうと大きいっていうイメージがありますけど、昨日話したように小さい恐竜は30センチちょっとですね、ニワトリぐらいの大きさです。それだけじゃなく、恐竜のどんなに大きくなる恐竜でも卵は30センチぐらいですね。それ以上になると、あの卵の殻の厚さから言って、
酸素を中に取り入れることができなくなって、卵をかえすことができません。また卵の大きくなれば大きくなるほど殻が厚くなっていくので、もし50センチぐらいの卵があったとしたらとてもじゃないけど恐竜の赤ちゃんが外に出てくるっていうのは難しいと思いますね。どんなに大きい恐竜でも30センチぐらい、そのことを考えると、生まれたばかりの恐竜であれば、まあ、30センチぐらいですから、で洪水が終わった時から繁殖が始まればいいわけですよね。洪水から出てきて繁殖すればいいので、そんなに大きいカゴは必要なかったんではないかと思いますね。1年でどれぐらい恐竜が大きくなるのかわからないですけれども、でも1年で多分その小さい赤ちゃんの時に乗せればどんなに大きくなっても象ぐらいかなっていう気はしますね。で箱舟の大きさはだいたい150メートルですね。1キュビットをこれは50センチと考えています。実際に1キュビットが、まあ、44.5センチとか、あるいは王のキュビットっていうのがあって、王のキュビットだと53センチぐらいですかね。キュビットの長さでもその、いくつかあります。でどっちのキュビットだったかわからないですけれども、まあ、ざっくり言ってだいたい150メートルぐらいです。で人が作った木造船ですね、どんなに大きくても150メートル超えることはないです。それ以上の船は作れないって考えられてます。ですからこの箱舟を作った木、ゴフェルの木っていうのがどういう木だったかは分かりませんけれども、でもやっぱりこの最大級のもう箱船とし木の船としては最大級の船が作られたっていうことですね。でその最大級の船を作る技術っていうのは本当に大変だと思いますけれども、当時の技術はそれが十分にできたっていうことが言えると思いますね。でここに人が2人立ってます。見えますか？見えますか？水色のですね。そして韓国の海軍の設計士の人が実際に箱舟のですね、どれぐらいの大きさって言ったかちょっと忘れましたけど、多分15分の1ぐらいのサイズの、だいたい長さ10メートルぐらいの箱舟を作って、それで海軍の実験施設でこうだいたいこういう箱型の形のものですね、それを作って実験したところ、高さ60メートルの波がたとえこの箱舟にぶつかってもひっくり返ることはないぐらい、そういうとても精巧にできたものだっていうことが分かりました。で韓国の海軍の方はこういう形だけを作ったんじゃなくて、いろんな形を作ったんですね。四角に近いものとか、この長さを少しずつ変えて、幅を変えて、高さを変えて、でどれが一番安定していたかっていうと、この箱舟の形です。だからこの寸法っていうのは本当に素晴らしいサイズですね。で先ほど箱舟に恐竜入ったものもいるっていうことを話しましたけれども、おそらく箱舟に入ってノアの洪水が終わった時に箱舟から出てくるわけですね。それで世界中に繁殖していくわけです。でノアとその家族たちのことを考えますと、主の言葉を信じて箱舟に乗るわけですね。ノアもその家族も大洪水って見たことがないです。ですよね。皆さんは主がおっしゃってとても信じられないようなことをおっしゃったら信じますか、信じませんか。いや主よ、そんなことありえませんよって、そう言ったら大変ですね。ノアとその家族は信じて箱舟を作って、そして箱舟に乗ったので大洪水から救われたわけですね。
聖書は私たちにも永遠の死から逃れる方法を教えています。それはイエス様の救いを信じることですね。そうするならば永遠の命が与えられる。これは主が私たちに約束してくださっていることですから、主の約束は必ず遂行されるわけですね。私たちは最後まで信じ続けることが大切です。ノアの洪水の後、昨日読んだ、その昨日読みましたかね、まだ読んでなかったですかね、読みましたよね、40章の15節からのところですね。ヨブが生きていたのは紀元前1700年ぐらいではないかっていうふうに考えられますけれども、アブラハム、イサク、ヤコブよりちょっと後ですね。でヨブ記には、テマン人エリファズというのが出てきます。でテマン人エリファズっていうのはどういう人物かっていうと、おそらくエサウの子供ですね。エサウの子供にエリファズというのがいます。エリファズの子供に首長テマンっていうのがいます。で首長テマンと一緒にいたのでテマン人エリファズって呼ばれたんではないかと思います。でエリファズを尊敬して、エリファズはもう長老格ですね、ヨブ記では。でエリファズよりはヨブは若かったので、だいたい1700年ぐらいかなっていう、もしかしたら1600年ぐらい、紀元前ですね、それぐらいかもしれないですね。で、このヨブ記に出てくるこの恐竜ですけれども、神が作った第一の獣というふうに書かれています。で、昨日ここのところやりましたよね。はい、ああよかった。はい、じゃあ、水の中の生き物のことはどう書かれているかっていうとですね、例えばプレシオサウルスがいますけれども、詩編の74編にはこうあります。あなたは道からをもって海を分け、海の巨獣の頭を砕かれました。この海の巨獣って訳されている言葉は、その何か、これが何を指しているかは分かりませんけど、クジラかもしれないし、こういうレビアタンかもしれませんね。あなたはレビアタンの頭を打ち砕き、アラノの民の餌食とされましたっていうふうに書かれています。でこの詩編がの74編が書かれた頃、おそらく紀元前1000年ぐらいか900年ぐらいか、そんな感じだと思いますけれども、この時にまだレビアタンはいたっていうことですね。それから述異記という日本の、文献があるわけですけれども、この中にですね、そうですね、水の中の竜はこういうふうに変化するんだ、小さいものを木と言って、もうかなり大きくなったものを甲と言って、さらに巨大になったものを竜と呼ぶっていうふうにですね、中国でもこういうふうに、竜は変わっていくんだっていうふうに書かれています。で鱗があれば光竜と呼んで、翼があれば黄竜、これはプテラノドンとかそういうものですね。角があれば、これは何て読むんでしょうね、気竜でしょうかね、急竜でしょうかね。角がなければ何て読むんでしょう、理由でしょうか、はいはい、天に登れなければ万竜、こういうふうに竜でもいろんな呼び名があるわけですね。でこういう種類があるっていうことは、例えば角がある竜はトリケラトプスとかですね、天に登れなければ翼のないものですね、いろんな呼び方があったんだっていうことが分かります。でこれは日本書紀の中に出てくるんですけれども、
アガタモリ、一番最初はアガタモリって呼びますけれども、岡山県の高梁川で竜を退治したっていうことが文献として残っています。こういうふうにですね、恐竜っていうのは、この日本書紀が書かれたのは皆さんいつ頃でしたっけ？まあ、ね、でも紀元後ですね、何百年、700年とか800年とか900年とか、そんな感じでしょうかね。で、ここでは水地っていう言葉で竜のことが表されていますけれども、そういうことも日本にも残っています。ですから恐竜が比較的最近まで生きていたっていうことはいろいろな形でわかると思います。ここのところは話しましたかね、はい、ここら辺話しましたね。それからこれはですね、オーストラリアの先住民アボリジニという先住民がいるんですけれども、1845年に巨大な骨が発見されました。で、アボリジニに発見した人がこれは何の骨ですかって聞いたんですね。そしたら現地の言葉でバニアップの骨だって答えました。バニアップって何ですかって聞いたらこんな姿をしてるんだって答えたんですね。で、その姿に基づいて描いた絵がこれです。1845年ですね、今から180年ぐらい前ですかね。皆さんこれ何だと思います？一見ワニに見えるかもしれないですけれども、ワニとこの動物の違いは、ワニは足が横に出るんですね。これは真下に出ています。真下に出ている動物の特徴、これは恐竜の特徴です。で、後で分かったのはエドモントサウルスという恐竜の骨だということですね。で、エドモントサウルスっていうのは鼻の先のところがこう広がってるんですね。で、このバニアップって言って、現地の人がバニアップという呼ぶ動物も鼻の先がこう広がってるんです。もしかしたらその原住民の人たちはバニアップを見たことがあるのかもしれないですね。なんででしょう。比較的最近まで恐竜は生きていたかもしれないっていうことをこのことは表しています。話がちょっとあっち行ったりこっち行ったりしたんですけれども、ですね、結論としてですね、恐竜っていうのは何千万年も前に絶滅したのではないということですね。メアリー・シュワイツァー博士が発見した、恐竜の血管と赤血球、それはその時だけ出てきたんではなくて、メアリー・シュワイツァー博士が発見してこの化石の中から発見したものは、最初はメアリー・シュワイツァー博士はバッシングされました。そんなのが出てくるはずがないということですね。で、最初はバッシングされて、彼女はもうあんまりこうこのこと言いたくないっていうような感じになってしまったんですけれども、でもその後少しずつ少しずつ、実は私もこういうのを発見したとかですね、そういうのが出てきて、で、メアリー・シュワイツァー博士は気力を取り戻して、今はこれを専門に、まあ、この専門のっていうか第一人者となっています。で、いろんな化石の中から、こういう恐竜の化石の中から血管とか赤血球とか、まだ石になっていないものですね、そういうのが次々発見されています。はい、ということで、
教授っていうのは聖書に基づいて考えると皆さん覚えてますか？創造のいつ作られましたか？第6日に作られていますね。そして化石になった恐竜は何で化石になったんでしょうか？ノアの洪水で箱舟に乗らなかった恐竜が化石になっていったっていうことですね。そして箱舟に乗った恐竜は再び地上に増え広がっていきました。じゃあなぜ今いないのか、もしかしたらどこかにいるかもしれない可能性はありますけれども、多くの場合は人によって殺されてしまったっていうことが考えられますね。皆さん、恐竜が隣の家に巣を作ったらどうします？人の住んでいるところのそばに巣を作ったら恐ろしいので何とかして退治するか、あるいはそこから逃げるか、どっちかを選ばなくてはならないと思いますね。で、恐竜が恐ろしいと思ったら殺していった。それが中世のいろんな騎士物語の中にはドラゴン退治の話があります。で、そういうのが、中世にはたくさんあったのかもしれないなっていうふうに思います。1942年か3年ぐらいにドイツの U ボートが、潜水艦ですね、がイギリスの商船を沈没させようと思って魚雷を撃ったら、その狙ったところの手前にプレシオサウルスみたいなのがいて、で魚雷がぶつかって首を上げてのた打ち回ったっていう記録もあります。今から100年前でもよりもこっちですね。もしかしたら今でもその、海の中にこういうレビアタンはいるかもしれないですね。クッシーがいるかどうかは分かりませんけれども、多分いないんじゃないかと思ってますけれども、はい。恐竜について何か質問ありますか？はい、なんか人が、殺してしまったみたいなの、なんかその大きい恐竜とかだったらそうかなって思うんですけど、なんかその恐竜映画とかを見てると、なんかちっちゃいそんなに脅威にならなそうな恐竜たちいるじゃないですか。彼らはなぜいないというか、恐竜だけではなくていろんな動物が絶滅していってるんですけれども、それはなぜ絶滅しているかっていうことを考えたことあるでしょうか？多くの人、一般に言われていることは環境が変わったからだっていうふうに理由づけられていますけれども、生物学を本当に研究している人たちは実は遺伝子の問題で絶滅するっていうことを知っています。仲間だけでこう繁殖しようとすると、血が濃くなって、それで最後には絶滅してしまうわけですね。いろんな遺伝的な病気が出てきます。だから恐竜もそれで絶滅していった可能性が多いです。大きいです。で、他の動物たちもそうですね。で、環境問題で動物が絶滅するっていうのは、人間が下手に環境に手を入れると動物たちが環境が変わるので生きられなくなるわけですね。で、下手に手を入れるっていうのは人が干渉しなくなるっていう、干渉してはいけないっていうパターンですね。それまでは人がこうその生物が生きられるようにいろんな形で手を入れているわけですけれども、人間が手を入れたら環境が変わってしまうからダメだってやってると、そこに生物が住めないような環境になってしまうわけですね。だから環境活動家がやってることは実は逆効果っていうことが多いですね。木を伐採してはいけないとかそういう話もあります。環境も
自然手つかずの人が、そうですね、人が生まれ、まあ、進化論的に言って人が生まれる前の状態がベストなんだっていうふうに考えて、森林を伐採してはいけないとか、そういうわけですけど、森林を伐採しなかったらどうなるか。森が老化していきます。木がどん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 老化して酸性、まあ若い時はアルカリ性なんですけど、老木になると酸性になっていくわけですね。で、酸性になると雨が降るとその酸性成分がどん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 流れ出して川のを伝って湖に行ったりするわけですね。そうすると酸性湖っていうのが出来上がります。そうするとその湖の中の生物は環境が変わってしまうので死んでしまうわけですね。で、主は私たちに、まあ、アダムとエバに、なんて命じたかっていうと、地を支配せよっていうふうに命じてるわけですね。それは決して搾取するっていう意味ではなくて、この地球をきちんと管理しなさいっていうことですね。例えば皆さん、お米食べてますけれども、お米っていうのは人が管理しなかったらどうなると思います？穀物、穀類とかはですね、人が管理しなかったらおそらく存続できないです。例えば家畜っていうのがありますよね、まあ、羊とか牛とか、その家畜の多くは人が手を入れなければ滅んでしまいます。蚕も蚕って言いますけれども、あの家畜蚕、あの絹を作り出すものですね。人が手を、まあ、手助けしてやらないと蚕も滅んでしまいます。で、そういうふうに主は私たちがこの自然界に手を入れることで、それぞれの生き物だったり穀類だったり、そういうものが存続できるように作ってるわけですね。で、人がそれを手を引いてしまったら、自然がどんどん荒れてしまいます。そのことを私たちはよく知っておく必要があります。聖書からじゃないとそれがわからないですね。はい、じゃあ他に質問ありますか、恐竜のことで。はい、恐竜が、まあ、絶滅した理由っていうのは、まあ、主にその人間が乱獲取ってしまった、殺してしまったから、もしくはその管理しなかったからっていうのが主な理由と考えていいんですか？管理しなかったからっていうのは今の時代の話、ね、あ、今の時代の話。恐竜の絶滅の理由、絶滅の大きな理由はおそらく遺伝的な問題だと考えられます。あ、同じ種類同士で、そうですね、遺伝子がだん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 弱くなるっていうと変ですけれども、例えば新潟のトキが絶滅して、まあ、その本来の新潟のトキは絶滅してしまっているわけですけれども、それで中国のトキを輸入して何とかして存続させようとしていますけれども、それも遺伝的な問題ですね。で、同じ地域の同じ生物だけで繁殖させようさせようとすると、どん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 遺伝子が力を失ってしまいます。で、進化論に基づいて考えると、それぞれの地域に住んでいる生物は固有の生物で進化してきたんだからいいんだっていうふうに考えますね。でもそれをしているとどん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 ダメになってしまう。犬でも純血統の犬と雑種の犬と、どっちの方が生き残る力が強いかっていうと、雑種の方が強くなっていくと思うんですね。純血統だけでこう繁殖させていくと、だん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 それはいなくなってしまうと考えられます。はい、あ、いいですか。なんだっけ、まあ、これはまあ推測、ネスコのネッシーとか何でしたっけ、そういういろいろ目撃例があるのは、もしかしたら生き残ってる漂流ではないかと。それも考えられますけど、ネッシーの場合はですね、
自分があのそれをやったっていうそのネッシーに見えるのを作って、それであの写真を撮ったとか何かそういう証言があったと思いますね。ですからネッシーは今はあの捏造だっていうふうに多くの科学者は考えています。でもいてもネッシーに限らないですけれども、レビアタンが今いても不思議ではないということは言えると思いますね。だからいるかどうかは分かりません。よろしいでしょうか。はい、では恐竜の話はここまでにして、続きをいきたいと思います。ですね、それではまあ、こっちの話をしましょうかね。あの種類に従ってという話はしました。私ここでは皆さんは聞いてますか、聞いてないですか。はい、では種類に従ってという話をさせていただきます。これ何でしょうね。あの動物写ってると思いますけれども、馬ですよね。これあの背中までの高さが38センチです。これ本物でしょうか、偽物でしょうか。本物です。ファラベラポニーっていう種の馬ですね。こんな感じです。で、あの左側の写真の大きい方の馬はシャイヤーって呼ばれる馬で、最も大きい方馬の一つですね。進化論ではどう教えるかっていうとですね、こういうふうに5000万年前にエオヒプスというのが出現して、でメソヒップス、メリキップス、プリオヒップス、そしてエクウス、これが原生馬ですけれども、こういうふうに進化してきたんだって、だんだん小さいものから大きいものが進化してきたんだって教えます。それとですね、エオヒップスはあの蹄が4本で、だんだん蹄の数が減って今は1つになったんだ、こういうふうに教えるわけですね。これは本当でしょうか。これはあの北アメリカの地層から発掘される馬の化石をもとに作ってるんですけれども、南アメリカから発掘される馬の化石はどうなっているかっていうと、下の方に一つの蹄のもの、上の方から多くの、まあ、3つとかそういう蹄のものが出てきます。ということは、この図っていうのは進化論を信じている人が頭の中で推測だけで作り上げたものですね。そしてこれ見ていただいたら分かりますけれども、この小さい馬、今生きてるわけですよね。何千万年も前に生きていた馬ではないわけですね。だから小さい馬から大きい馬が進化したっていうのは間違いです。ヘルベルト・ニルソンっていう人が、キリンの首という本の中でに書かれていますけれども、こう言っています。馬科の系統樹は教科書の中でだけ見事に連続している。教科書では馬の進化っていうのを教えられるわけですね。で教科書で学ぶとまるでそれがそうだったみたいに思ってしまうわけですけれども、でも実際にその馬を研究している人たちはそうなってないことを知っているということですね。昨日も本庄佑博士のことを言いましたけれども、本庄佑博士はこのように言っています。世の中のことは嘘が多いです。別にフェイクニュースのことを言うわけじゃないが、
教科書が全て正しかったら科学の進化はないわけで、進歩はないわけで、教科書に書いてあることも実は間違いがたくさんあるということですね。聖書に書いてあることは翻訳ミスを除けば間違いはないわけですね。はい、でさらにこうも言っています。ネイチャーやサイエンス誌に出ているものの9割は嘘で、10年経ったら残って1割。今その科学雑誌でこういうことが発見されてこれが正しいって分かったって言われることも、10年経ったらもうその9割は間違いだったっていうことが分かるっていうことですね。なので私たちは自分で本当はどうなっているのかを確かめることが大切だ、そういうふうに言っています。まあ、それで本庶佑博士は教科書を信じるなっていうメッセージを発信して、自分でよく考えること、教科書を鵜呑みにするんではなくて自分で教科書をよく教科書に書かれていることのが本当はどうなんだろうか、それを考えることが大切だというふうに言っています。聖書の中には創世記の1章12節のところでは、地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた、神は見てそれを良しとされた、このように書かれています。これは創造の第三日の出来事ですね。種類にして従って作られた。で、残念なことはですね、新改訳の2017の方で、新改訳2017をお持ちの方いますか？ちょっと読んでいただいていいですか？これ前に出ているのとの違いをちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、じゃあ読んでいただいていいでしょうか？はい、ありがとうございます。で、今のだと地は植物ってあって、すなわちっていう言葉が挿入されています。もともとはない言葉ですね。なぜすなわちっていう言葉を入れてしまったんでしょうか？植物って言ったら何を指しますかね？植物って言ったら木も草も全部ですね。問題はこの最初の言葉を植物って訳してしまったことです。植物って訳してしまったので、植物だったらその次に出てくるのが違うものだったら違うものか、あるいはその植物に、植物は全体を指すので、すなわちって入れると意味が通じるなっていうことで、ここですなわちって入れてしまったと思いますね。で、地は植物、共同訳はどういうふうに訳されてますかね？草木、読んでいただいていいですか？12節を。はい、共同訳の方では木っていうのが入ってしまってますね。もともと木はないです、ここの言葉は。口語訳をお持ちの方いらっしゃいますか？お持ちの方いないですね。こっちではですね、口語訳は何て書いてあるかっていうとですね、地は青草と、一つ目が青草ですね。二つ目が種類に従って種を持つ草ですね。三つ目が種類に従って種のある実を結ぶ木。こういうふうに三つに分けて書かれているんですね。一つ目が青草、二つ目が
種を持つ草、三つ目が種のある実を結ぶ木。皆さん、ここで青草って何だと思いますか？種のない草、知ってます？どういうのが種のない草か。そうですね、苔とかシダとか胞子植物ですね。それは種のない草です。それを言ってるのに植物として植物と訳したり草木って訳してしまうと意味が全然違ってしまうわけですね。共同訳の方が分かりやすいと思いますね。地は青草、種を持つ草、種のある実を結ぶ果樹ですね。で、植物って訳してしまったために新改訳聖書は時代を経るに従ってすなわちっていう言葉を挿入したり、少しずつその本来の言葉から変わってしまったわけですね。そういう意味でもその本来の聖書の言葉に立ち返ろうとするんだったらいいんですけれども、一回公約しちゃったからそれを説明するために付け加えたりするっていうのは非常に残念なことですので、皆さんこれからも翻訳聖書翻訳って出ていくと思いますので、翻訳される方々のためにぜひ祈っていただければと思います。はい、ですのでこの創世記1章12節、創造の第3日に作られたのは青草と種のある草と種のある実を結ぶ果樹ですね。その3つだっていうことを覚えておいていただいて、皆さんが人に説明するときにもともとはこういう意味ですよっていうことを伝えてあげるとより分かりやすいんではないかと思います。それから創造の第5日、こういうふうに書かれています。創世記の1章21節ですけれども、神は海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。この海の居住っていうのはクジラも含まれるでしょうし、レビアタンも含まれるわけですね。それから翼のあるすべての鳥っていうのには、聖書的に言えば飛翔生物ですね、プテラノドンもコウモリも含まれて鳥っていうふうにここでは表現されています。それらは創造の第5日に作られていますね。で、進化論で言えば、鳥が出現するのは動物たちの中で一番最後です。ですから、進化論の順番とは違うわけですね。聖書では海の動物と空を飛ぶ動物が先に作られて、その後で陸上の動物が作られるわけですね。ですから、そのこの創造の第5日に作られた動物と第6日に作られた動物を見ると進化論の順序ではないっていうことがはっきりします。そして創世記の1章25節にはこうあります。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれを良しとされた。こういうふうに書かれています。ここでキーワードは何かっていうと、植物の場合も動物の場合も種類に従ってっていう言葉ですね。一時期共同訳聖書では種類に従ってっていう言葉を使わなくなりました。それぞれっていうふうに使うようになりました。今共同訳聖書どういうふうになってますか？はい、25節を読んでいただいていいですか？はい、はい、種類に従ってっていう言葉が復活してるんですね。一時期種類っていう言葉が失われてしまって、それぞれというふうになってしまいました。
で、種類っていう言葉が実はとても重要で、皆さん種類って何だと思いますか？皆さん生物学を学んだことがあるので、生物学の種類と似てる言葉は種っていう言葉ですよね。つい種類っていうのはこれきっと種に違いないって思い込んでしまうわけですけれども、そこはよく考えなければなりません。で、この種類という言葉はヘブル語でミーンという言葉ですね。ここに出てますけれども、創造というのはヘブル語でバーラーと言います。で、種類はミーンと言います。で、創造された種類はどういう種類がいたんだろうっていうのを研究する学問がバラミン学と言います。バーラーミーンですね。英語だとバラミノロジーというふうに言います。私たちは聖書の言葉と科学の言葉、聖書用語と科学用語があるときに同じだって解釈してしまうと、同じ言葉、たとえ同じ言葉が使われていても生物学、生物の言葉で理解しようとすると聖書おかしいっていうふうになってしまいます。例えばコウモリは鳥じゃないのに鳥って言ってるから聖書おかしいとかですね。聖書は聖書の言葉で、聖書の使い方で理解する必要があります。聖書は科学用語では書かれていないわけですね。科学用語っていうのは比較的最近作られた概念ですね。で、聖書の言葉は聖書の言葉として定義する必要がありますし、科学の言葉は科学の言葉で考える必要があります。皆さん、植物は死にますか、死にませんか？植物に死がありますか、死はないですか？死がない、はい。なぜ死がないって思いますか？命がないから、はい。それは聖書的な意味で言ってますよね。聖書的に考えると植物に命はありません。生物学的に考えると植物に命があるっていうふうになるわけですね。で、最初から死があったって信じる人たち、有神進化論を信じている人たちはどちらかというと生物用語で聖書を理解しようとします。だからアダムとエバは植物を食べていたでしょ、で植物死んだでしょ、だから最初から死があるんだよっていうふうな説明をしたりします。私たちは聖書の言葉は聖書の定義で理解しなければなりません。創造の第三日に植物が作られました。で、第五日に生き物が作られています。ここで初めて生き物っていう言葉が使われているんですね。ネフェシュっていう言葉が使われるのも創造の第五日からです。植物に対してはネフェシュっていう言葉、これが使われてないんですね。生き物という言葉が使われ始めるのは創造の第五日から。水の中の生き物、空を飛ぶ生き物、そして第六日は地上の生き物ですね。ですから名前が、中井さんでしたっけ、中井さんがおっしゃった通り、植物に、聖書から考えるとですね、植物に命はないっていうことですね。じゃあ植物は何なんだろう。人や動物の食べ物として、また環境を整えるために、環境を保つために、そういう目的で作られているっていうことですね。ここまでで何か質問ありますでしょうか。大丈夫ですか。はい。聖書の言葉は生物用語で理解してはいけないっていうことですね。じゃあ先ほど言った生物学用語の種という言葉と聖書用語の種類っていう言葉、
同じでしょうか違うでしょうか、こう言ってるんだから違うっていうことですよね。あ、はい、ということで、種と種類の違いについて次は考えていきたいと思います。はい、ここで休憩に入ります。先ほど種類と種のは違うんだっていうことを話したところで終わったんですけれども、聖書が言う種類と種はどういうふうに違うのか。聖書では種類っていう言葉ですね、種類に従って作られているっていうことは、すべての生物の種類は変わらないっていうことですね。種類に従って作られている。でも種っていうのは、生物学の種っていうのは変わっていきます。新種が出てきたりします。ですから聖書の種と、あ、聖書が言っている種類と、生物学の種は違うわけですね。英語の聖書ではこの種類っていう言葉を、ほとんどの聖書では種類っていう言葉はカインドっていう言葉で訳されています。で、中にはスピーシーズって、種っていう、生物学の種っていう言葉で訳してしまった聖書もあるんですね。それは生物学を知らないためにしてしまったことでしょうけれども、その生物用語で聖書を考えてしまうと間違ってしまうっていうことですね。生物学ではカール・リンネという人が分類学の父というふうに呼ばれています。で、彼はですね、生物を属と種で分けました。属と種の上に科っていうのがあるんですけれども、科っていうのはファミリーと呼ぶ、英語ではですね、ファミリーと呼ばれていて、科の下に何々属、何々種っていうの、その、二名命名法っていうんですけれども、例えば、何でしょうかね、今パッと思いつかないですけれども、属と種でその動物の種を表すようになりました。で、この一番下のところですけれども、開門項目科属種っていうふうになっています。この科の部分ですね、これを英語ではファミリーと言います。カール・リンネはなんでファミリーっていう言葉を使ったのか。創造された時の家族っていう意味でファミリーという言葉を当てました。日本語では残念ながら科学の科っていうふうに訳されてしまってますけれども、例えば犬科とか猫科とか、そういうふうなものですね。犬科、その後、まあ狼族とかですね、大陸狼とか、例えばですけれども、そんなふうに分けるわけですね。で、今私たちが知っているのは、大体科と属と種を考えるとですね、科がですね938科で、科の中のもっと下のレベルだと属になるわけですけれども、例えば、犬科の中には狼族とか家犬族とか、あるいはコヨーテ族とか、例えばですよ、実際はもうちょっと違うかもしれないですけど、そういうふうに族が、同じ科の中でも族が分かれます。で、その族の中でも種が分かれていくわけですね。で、その科と科っていうのが、おそらく大体ですけれども、聖書が言ってる種類と同じではないかっていうふうに想像を信じている科学者たちは考えています。だから、この科と属っていうのは人が分類したものですね。で、種が最初に作られたその種類っていうのが、本当にその人が定義している科と全く同じかっていうと、そうでない場合もあるっていうふうに考えられます。ですので、基本的にはこの科っていうのが種類だと大体同じだっていうふうに考えていただければと思います。
ということは、まあ、この図で言えば938科あるいは938種類陸上の生物がいたっていうことですね。これ一番上が哺乳類で239科、その下が鳥類で299科、その下が爬虫類で321科、その下が両生類で70科っていうことですね。でその下の、魚類とかあるいは昆虫に関してはここでは出していません。なぜかっていうと箱舟に乗らなかったか、あるいは乗ったとしても、小さくて 数に入れるほどではないっていうことですね。でということはだいたい、まあ、ちょっと多く見積もっても、箱舟に乗った種類は1000ぐらいだったっていうことが言えます。で1000ぐらいの種類のうちの清い動物と清くない動物がいます。清い動物は何匹ずつ乗ったでしょうかね。ここで意見が分かれます。聖書によって7匹と書かれているものと7つがいって書かれているものとあります。皆さんはどっちだったと思いますか。これは専門家もどっちに訳すべきかわからないところではありますね。で、新改訳聖書は7つがいって訳してあります。で、他のはおそらく7匹って訳してるんではないかと思いますね。で、これはどちらかわからないですけれども、たとえ7つがいだとしても、清い動物7つがい、清くない動物1つがいですね。共同訳はどっちでしょうかね。創世記の6章ですかね。はい。何節でしょうね。6章の最後の方ですかね。あるいは7章の方かもしれないです。7章の最初の方。はい。はい。7匹ってなってますよね。オスとメスを7匹ずつ。はい。っていうことは7つがいっていうことですかね。はい。口語訳はですね、これもオスとメスを7つずつっていうふうに訳されてますから、日本語のはだいたい7つがいっていう訳でしょうかね。英語の翻訳はおそらく大部分は7匹と訳されていて、アメリカンスタンダードバイブルは7つがいっていうふうに訳されていますね。まあ、それはまあ分からないのでどうでもいいんですけれども、たとえ7つがいだったとしても清い動物ですね。で、清くない動物は1つがいだったとして、多く見積もっても箱舟に乗ったのは7000頭いなかったろうっていうふうに考えられます。で、その7000頭には今日絶滅してしまった動物も含めてですね、ここの絵にも書いてありますけど、恐竜は今いないと考えられますけれども、箱舟に恐竜も乗ったと考えて、そういう絶滅した種類も含めて7000はいなかったろうっていうふうに考えています。で、ノアとその家族はその7000未満の動物を、世話をしたわけですけれども、で一頭一頭その餌を与えたりとか、水を与えたり、あるいは檻を掃除したりとかですね、それをやってたらとても大変なんですけれども、アメリカの、ノアの箱舟のテーマパークではそういうのをどのように管理することができたか、当時の技術力を推測しながらですね、ノアとその家族だけで十分に
その管理ができたような仕組みを考えています。はい、そういうわけで、犬とか猫とか、ね、まあ、ライオンは猫の仲間ですけれども、最初の猫の父と母これから、ちょっと文字化けしていて、見にくいと思いますけれども、猫の子がこう上向いちゃったりとかですね猫の種類キャッツカインドですね、最初の祖先となった猫から、猫のつがいからジャガーとかチーターとかライオンとか家猫ですね、こういうのが分かれてきたっていうことが言えます。これは一つの種類ですね、猫の種類です。同様にクマの種類、最初の祖先となるクマからこういうふうにヒグマとか白クマとか、黒クマ、アジア黒クマとか、まあいろいろここにありますけれども、パンダも含めてですね、最初の祖先からこう分かれてくるわけですね。でこれは先ほど言ったように科のレベルですね、科の下に属種っていうのがあります。最初の科から属が分かれ、その属からまた種が分かれるわけですね。これは天地創造の時にももちろん起こるわけですけれども、ノアの箱舟から出てきた動物たちにもこれが起こっていて、現在の動物たちはこのノアの箱舟から出てきた動物たちですから、この一番左側の上のところ、これはノアの箱舟に乗った最初のクマからこういうふうに今分かれてきてますよっていうことですね。それから犬の仲間では、まあ、左下セントバーナードとか、右上は、狼ですね、左上はコヨーテです。右下は何でしょう。日本にいません、遠吠えをします。オーストラリアにいます。ディンゴっていう動物ですね、犬ではないんですね。狼みたいな遠吠えを、夜遠吠えをする野生のリンゴ、はい、リンゴじゃないんですけれど、はい、これは最初の犬、箱舟から出てきた犬のつがいから分かれて出てきたものですね。ライオンは最初からライオンだったんではなくてですね、最初の猫からこう分かれてきてるわけです。プーマとかチーター、ジャガーとか、トラとか、これ全部猫の仲間です。で今日ですね、こういう動物たちの間に、その同じ種類の動物、猫の種類の動物の間で子供を産むことができるっていうことが分かっています。種類を超えて猫と犬の間には子供ができません。でも猫の種類の中では子供が生まれます。そういう動物を雑種動物っていうんですね。ハイブリッドアニマルですけれども、雑種動物は同じ種類の動物から生まれてきます。猫の種類、犬の種類、猿の種類とかですね。犬と猫の間には生まれないで、ニアワンとか鳴かないっていうことですね。皆さん、羊とヤギはどうだと思いますか。同じ種類でしょうか、違う種類でしょうか。ちなみにですね、ちょっと話が戻りますけれども、これは、何だと思います。雑種動物です。何と何の間に生まれた。トラとヒョ。惜しい、半分当たってます。トラとライオンですね、はい、これはライオンとトラの愛の子、ライオンのオスとトラの
メスのアイノコなのでライガーと呼びます。ライオンのライとタイガーのガーですね。ライガー、そうですね、これもトラとライオンの愛の子ですけれども、オスのトラとメスのライオンの間に生まれたタイゴンです。タイガーのタイグとライオンのオンを合わせてタイゴンですね。そういうふうにしてですね、こういうふうにライオンとライオンではライオンですけれども、ライオンとタイガーだとオスが、上がオスですね、下 左側にメスですけれども、オスのトラとメスライオンの子供は上の2番目ですけれども、ライガーって呼びます。で下はメスの呼び方なのでライグです。まあ、ESS をつけるとメスを表すんですけれども、ジャガーのオスとライオンのメスの間に生まれたことは子供はライグワーとかですね、レオパードとヒョウですね、ライオンの子供はリパードとかですね。今度縦に見ていくと、ライオンのオスとトラの間に生まれたのはメスはの間に生まれるのはタイゴンとか、ライオンとジャガーの間はジャグリオンとか、ライオンとリパード、レオパードの間はレオポンっていうふうに、呼びます。皆さんアニメの好きな方がいたらガールズ&パンツァーって大笑いが舞台の、アニメがありますけど、その中にレオポンチームっていうのが出てきます。まあどうでもいい話ですけど私が住んでるところの隣町の話なので、でじゃあこういう動物、雑種動物の間にまた子供が生まれるとですね、例えばライガーの左側がオスですね、すいません、左側がオスで上がメスですけれども、ライオンとライガーの間に生まれる子供が生まれるとライライガーっていう、ライオンとタイゴンの間に子供が生まれるとライタイゴン、こういうふうに名前をつけていきます。これは何でしょうね。シマウマとロバ、はい、名前はシマウマはゼブラですね、ロバはドンキーですね。これは惜しいこれはゾンキーって言います。ゼブラの Z とドンキーのオンキーですね、ゾンキー。ただシマウマと他のその馬科の仲間との雑種全体を言うときには、指すときにはゼブロイドっていう表現を使いますけれども、これは馬とシマウマの愛の子ですけれども、シマウマのオスと馬のメスの間の子供ですね。これは何でしょうね、名前呼び名は。ゼブラとホースの愛の子なので正解ゾウスって呼びます。まあ、こういうふうに馬の仲間では繁殖さ、まあ、雑種動物が生まれるわけですね。これはなぜそれがなぜなのかっていうと、最初から一つの種類、馬の家族という種類で作られているからですね。その中では分かれることができます。これは進化ではありません。種類に従って分かれているだけですね。犬はですね、一頭の、まあ、親の犬からこんなにたくさんの犬が出てきています。これ
出てくるからって進化してるわけではないんですね。犬は犬ですね。まあ、そういうふうに種類に従って作られているんだっていうことを私たちは知っておく必要があります。そしてですね、ダーウィンはこの進化論の研究をしていたときに何を使ったかっていうと鳩の研究をしました。彼はフィンチっていう鳥の研究をしたりいろいろやったんですけれども、鳩の研究をしたときにですね、何が分かったかっていうと、鳩はいろんな一頭の鳩か親鳩とかこういうふうにいくつもに分かれるっていうことを発見したわけですね。これは進化の証拠だって思いました。鳩はどうなったでしょうか。何になったでしょう。鳩になっただけですね。で、これらの鳩が子供を産んだらどうなるでしょう。鳩が生まれるだけですね。フィンチの場合もフィンチ同士で結婚はしないですけど、子供が生まれたら、まあ、卵ですけれども何になるかっていうとフィンチにしかなりません。これは何を示しているかって、聖書に基づいて考えると種類に従って鳩は作られている、種類に従ってフィンチは作られているっていうことの証拠でもあります。ダーウィンは鳩の中でこう分かれるんだから鳩を超えて分かれるんじゃないかって推測したわけですね。それが進化ですね。で、私たちが観測できることは、観察できることは、鳩がいろんな品種に分かれるっていうのは観察できます。でも、最初の鳩からワシになったり、タカになったり、場合によっては、何がいいでしょうかね、ペンギンになったり、そういうのは誰も見たことがないわけですね。ネズミも猫にはなりません。でもダーウィンはネズミが猫になったろうっていうふうに信じたわけですね。それが進化論です。聖書で言ってるのは種類に従って作られているので、種類の中ではいくつもに分かれます。でも種類を超えて分かれることはないっていうことですね。左側は鳩の中での種類、まあ、品種が分かれるのは観察できますけれども、鳩が、タカになるっていうのは観察できないっていうことですね。で、こういうその今は雑種動物の実験から、想像された時の種類はどういうものだろうかっていうのを、聖書を信じている科学者たちは研究していて、それをバラミン学で呼んでいます。で、こういう雑種動物ができるので、進化論者たちはこの雑種動物に関して人と猿も同じ仲間のはずだって考えているわけですね。昨日見ましたけれども、まあ、猿目の中に人科がいるっていうことです。あるっていうことですね。この猿目の一番右下の方に人科とありますけれども、で、人科の中に何があるか、人科の中にギガントピテクス族とかゴリラ族とかチンパンジー族、アウストラロピテクス族っていうのを入れてるんですね。なぜかっていうと、進化論を信じてる人たちは最初人の祖先とゴリラの祖先は共通だったって信じているからですね。人とチンパンジーの祖先は共通だった、そういうふうに信じているからです。人とアウストラロピテクス、絶滅した猿の仲間ですね、聖書から言えば、それは共通の祖先を持っていたと信じているからですね。だから皆さんが博物館に行くとですね、こういう展示があったりします。で、まるで人が進化してきたように見えるわけですね。これ写ってるのは私の次男ですけれども、ゆうきくんとさとるくんの友達ですけれども、もしこれが本当だったら、人と猿とが共通の祖先を持っているならどうですか。トラとライオンとヒョウとジャガーが共通の祖先を持っているように、パンダと
ヒグマとツキノワグマが共通の祖先を持っているように、チンパンジーとヒトトが共通の祖先を持っているなら、雑種動物が生まれるはずだっていうふうに考えるわけですよね。そしてソ連と、旧ソ連ですね、中国でその実験をしました。名前がですね、ヒューマンジーと言います。チンパンジーじゃなくてヒューマンジーですね。1910年にイリア・イワノフが人とチンパンジーの間に子供を作ろうとしたわけです。皆さんどうなったと思いますか？できませんでした。はい、10年間彼は実験したわけですね。なんとかしてチンパンジーと人の間に子供を作ろう。もし人とチンパンジーが同じ種類だったら当然できるわけですよね。できても不思議ではないわけです。でもどんなに実験しても、チンパンジーのメスに人の子供を産ませることはできませんでした。ヒューマンジーっていうのは実際には存在しない。このことは人と猿は全く違う種類ですよっていうことが言えると思います。まあ、種類っていう、人に対しては種類っていう言葉が使われていないんですけれども、聖書の中でですね。聖書は一度もですね、人を獣とは比べ、人を獣だっていうふうに獣として作ったとは書かれていないわけですね。堕落した後は人は獣と同じように考えるっていうことは言われていますけれども、人についてはどうでしょうか。人に対しては種類に従って作ったとは書いてないんですね。なんて書いてあるかっていうと、我々に似るように我々の形に人を作ろうって書かれています。私たちは種類に従ってではなくて創造主の形に作られているということですね。27節でも人をご自身の形に創造されたということが書かれています。私たちは猿の形に作られているのではないということをはっきり知っておく必要がありますし、またそのことをクリスチャンの人たちにですね、はっきり伝えることが必要だと思います。そうじゃないと自分は猿の祖先がいるんだって思ってしまっているクリスチャンもいるからですね。はい。で、猿の種類と考える、皆さんが自分は猿だって思うのは自由なんですけれども、聖書は皆さんを猿だとは言ってないわけですね。皆さんは創造主の形に作られたんだっていうことを、ここに留めていただきたいと思います。昨日人種について、食事をしているときに話が出たんですけれども、この写真にですね、双子が写っています。色が違います。人種が違うんでしょうか。どうですか。これ本当に起こったんでしょうか。これは本当の写真です。これは人が種類に従って作られていないっていうことの証拠です、白人っていう 種と黄色人っていう種があったり、黒人っていう種があったとか、そういうことではないわけですね。人はこれなぜこの肌の色が違うように見えるかっていうと、メラニン色素の量が違うだけですね。メラニン色素の量を支配している遺伝子は7つあるって今は考えられています。メラニン色素を多く作り出す遺伝子と、抑制する遺伝子と、まあそういうようなのが7つあるわけですね。それが複雑に働き合って黄色人種って呼ばれるもの、白人って呼ばれるもの、黒人って呼ばれるもの、あとアメリカインディアンは赤色人種って呼ばれたりしますけれども、そういうものが出てきているわけですけれども、そういう
人種の考え方が出てきたのはいつからかっていうと、進化論が出てきてからです。それまで人は人という考え方だったんですね。で、ちなみにこの双子の赤ちゃんの両親はどちらも中間色です。で、その両親の両親は片方白人片方黒人、こっちも片方白人片方黒人で、中間色が生まれて、その子供たち、子供双子は白人と黒人になったっていうことですね。で、日本人はまあ、大体多かれ少なかれ似たような肌の色をしていますから、生まれてくる子供は似たような肌の色になりますけれども、でもアメリカでは兄弟の中でも白だったり黒だったりっていうことが起こります。なので、人種が違うっていうことではないわけですね。ただ単にメラニン色素の量が違う、皆さんの中にも髪の毛がくるくるの人もいるでしょうし、ストレートヘアの人もいると思います。そういう違いですね。単に遺伝的な違いです。私たちがここに留めなければならないのは、全ての人は本来創造主の形に作られているっていうことですね。はい、ここまでよろしいでしょうか。質問がある方。大丈夫ですか。人の場合は種類に従っては作られてなくて、で、同じ家族でも色の違う子が生まれるのは当たり前にあるっていうことですね。これは人種ではないっていうことですね。逆に言えば人種っていうのは一つしかない、っていうことが言えると思います。で、このことから分かるのは、アダムとエヴァの子供、いろんな色の子供が生まれたと思いますね。で、ここから先はどういう人たちが世界に広がっていったかっていう話につなげていきたいと思うんですけれども、そっちに行ってよろしいでしょうか。はい。ですね。ちょっとお待ちください。今お話ししたように、人種っていうのは聖書から言ったら一つしかないっていうことですね。で、人種っていう考え方は聖書が述べているんではなくて、社会的に定められています。で、進化論の影響がかなり強いです。また奴隷主義を正当化するためですね。特に黒人は進化論ではアフリカの猿が人間に変わっていった、進化していったっていうふうに考えましたから、アフリカ人は猿に近いんだっていうふうに考えたわけですね。だからまだ人間じゃないんだから奴隷として扱って全然問題はない、そういうふうに理由付けをしました。この人はですね、写真の人はどこに住んでいたかっていうと、動物園です。檻の中に入れられていました。人類の祖先という扱いですね。これが多分1900年代の前半の頃ですね。イギリスの動物園でもこういうことが
大英博物、大英動物園でもそういうこと、ロンドン動物園ですか、そういうことが行われていました。これは進化論が出てきたからですね。聖書は何て言ってるかっていうと、使徒の働きの17章26節ですけれども、神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになりましたって言っています。進化したとは一言も言ってないわけですね。アダムからすべての人が作り出されています。ですからこの双子ちゃんも、種類ではなくて、人種が違うんではなくて、創造主の形に作られた人なんだっていうことですね。アダムとエバの子孫なんだっていうことです。それでは、私たちが考える必要があることは、この世の考えに基づいて世界を理解していこうとするのではなくて、聖書が語っていることに基づいてこの世界を理解していくことですね。聖書にこの世界のことを語らせることが大切です。この世界に聖書を語らせようとすると、聖書がとんでもない間違った書物になってしまうわけですね。私たちがにとって大切なのは、何に基づいて推測するかです。で、一つの方法、推測の鍵の一つは聖書ですね。もう一つの推測の鍵は進化論です。で、大抵の人がどちらかの鍵で考えようとしています。クリスチャンの中でも進化論によって世界を考えようとする人がいますけれども、聖書に基づいてこの世界を考えようとするならば、聖書に書かれている記録からこの世界の出来事を考えていきます。進化論を信じている人たちは進化論に基づいてこの世界を考えていくわけですね。で、過去のについて記してある聖書の言葉を否定して、いや聖書なんかおとぎ話だよって言って、自分たちで勝手な推測をすることができます。世界にはなぜたくさんの言語があるんでしょうか。皆さん、なぜ世界にたくさんの言語がありますか。はい、聖書に基づいて今考えたわけですね。聖書ではバベルの塔の事件があって、それでたくさんの言語が分かれたと教えています。だからたくさんの言語がある。進化論に基づいて考えたらどうなるでしょう。進化論に基づいて考えたら、最初は猿とか鳥の鳴き声ですね、そういうものをヒントに人は言葉を徐々に徐々に話せるようになり、最初はあうーとかって言ってたのが、って言ったリンゴのことだとか、まあそういうふうにしてですね、単語を少しずつ作り上げていったんだっていうのが進化論の考え方ですね。どっちが本当なのかっていうことです。あ、すいません、音がうるさいですね。聖書の言葉に基づいて考えるのか、ダーウィンや人々がいろんな人が推測したことに基づいて考えるのが本当のことが分かるのか、どっちかを私たちは決めなければなりません。世の中の多くの人はどっちか決めかねているわけですね。クリスチャンの多くの多くはどっちかを決めかねています。だから皆さんが聖書だよって言ってあげると安心できるわけですね。先ほど言ったように、進化論では鳥や猿の鳴き声が言語に発展していったんだっていうふうに考えます。聖書では、バベルの塔の事件で言語がたくさんに分かれたんだっていうわけですね。そうすると、今日の人たち、今日たくさんの言語があるのはバベルの塔の事件が関係しているっていうことを私たちは知っているわけですけれども、そのことについて考えていきたいと思います。
創世記の11章を見ると11章の一節には、さて全地は一つの言葉、一つの話し言葉であったって書いてあります。創世記の10章を見ると、10章の5節20節31節に、種族ごとにそれぞれ国々の国語があったって書いてあるんですね。おかしくないですか？創世記の10章では種族ごとにそれぞれの国々の国語があった。11章を見たら、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。聖書おかしいですよね、皆さん。信じられないですよね、こういうのね。なんて説明しますか？これおかしいんじゃないですかって聞かれたら、どうですか？皆さんだったらどう答えます？創世記の10章ではたくさんの民族、たくさんの言語があります。11章に行ったら一つの言葉であったって書かれています。中井さんどうですか？なまりみたいな方言みたいな、そうですよね。もしそういう説明をしたら、質問をされたら、ちゃんと答えられるようにしておくことが大切です。だからそういう意味では今間違っておくことはとても大切なんですね。私たちは創世記を読むときについ時系列で書かれているって思い込んでしまうわけですね。でも創世記の書かれ方っていうのは特徴があって、何かの事件が起こったっていうことが書かれていて、その何かの出来事があったっていうのが書かれていて、その発端となった出来事はこれですよっていうのが書かれています。で、10章の方で民族が分かれましたって書かれていて、その発端となったのはバベルの塔の事件ですよっていうことで11章が書かれていくわけですね。創世記の一章では最初に天地創造のことが書かれていて、創造の第六日の人の創造のことも書かれています。で、二章に行くとまた人の創造が書かれているわけですね。創世記一章ではアダムとエバが創造されていて、二章ではその詳しい内容が説明されているわけですね。2回人の創造があったっていうふうな考えをしてしまうと変なことになってしまいます。そういうふうに聖書では1回大きいのが、ビッグピクチャーって英語で言ったら、日本では何て言うんですか、外観って言ったりでしょうかね。それが語られて、それでその一部の詳しいことですね、発端となった詳しいところが書かれていたりしますので、そこを見分ける力を養っておくと創世記がうまく説明できると思いますね。ですから創世記10章でこういうふうに民族が分かれていろんな言語ができましたよって言っていて、その発端となった出来事はバベルの塔の事件ですよっていうことですね。そういうわけで、11章の6節7節でなぜ言語が分かれたかっていうと、主は、これはバベルの塔を作った時ですけれども、主は仰せられた、仰せになった、彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、
今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りていってそこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめたということですね。で、ニムロデがこの時のリーダーとなっていましたけれども、ニムロデはバビロンを出てですね、あのバベロン、バベロン、バビロンとバベルとヘブル語の単語は同じです。で、あの今のイラクのバグダッドでしょうかね、そこにバベルの塔があったと考えられます。で、あのバビロンのがバビロン帝国ができたのもそのところですね。で、それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。で、このバベルっていう言葉自体は、天と神の門っていう意味ですね。バブっていうのが門で、エルが神ですね。で、神の門っていう意味ですけれども、それをあのバベルって言ったら混乱っていう意味が意味で使われるようになったのがこのバベルの塔の事件ですね。そして現在はですね、6000以上の言葉があります。バベルの塔の事件でいくつぐらいの言語に分かれたでしょうか。どう思います？多くの人が間違ってしまうのは、このバベルの塔の事件の時に全ての言語ができたんだっていうふうに信じてしまうと、それは間違いです。こういう考え方ですね。そのバベルの塔の事件の時に全ての言語ができて、現在もそれが続いているっていう考え方ですね。で、進化論者はある程度言語学を知っています。ある程度っていうと失礼ですけれども、言語が変わりゆくものだっていうのを知ってるわけですね。私たちはあの明治時代の言葉だったらある程度わかると思いますね。平安時代の言葉、皆さんどれぐらいわかりますか？古文を勉強して、古文の、まあ、いろんな文章を読んでなんとなくわかるかなっていう程度ですよね。専門家だったらもちろん違いますけれども、そういうふうに言語っていうのは時とともに変わっていくものだっていうことですね。だからこういう考え方はおかしいわけです。もしクリスチャンがこういうふうにバベルの塔の事件で全ての言語ができたんだって考えてしまうと、進化論者の格好の餌食になってしまいます。あなたは何も知らない、言語っていうのは変わりゆくものだから、それなのに変わらずにずっと同じ言語が使われているっていうのはおかしいっていうふうに言われてしまって、あ、そうか、進化論の方が正しいんだ、そう思ってしまうわけですね。言語っていうのは時とともに変化します。例えば古文で賢しっていう言葉は、現代文では高貴なとか恐れ多い、あの神道でその神主さんが賢み賢みとか、あの恐れ多いことを表していますね。賢しって言ったからって言って賢いわけじゃないわけですね。英語もシェイクスピアの時代1600年代と現代とでは全く違います。で、あの昨日ちょっと安倍さんと話しましたけれども、キング・ジェームス訳の聖書とキング・ジェームス訳、今でもよく使われている聖書ですけれども、それと現代や、まあ、最近訳されている訳とでは言葉の単語の意味が多少違っています。今ラブというふうに訳される、愛と訳されている言葉をキング・ジェームス訳ではチャリティーというふうに訳しています。チャリティーというと私たちはその何か、チャリティーとして日本人は使うわけですね。何か
人のために役に立つようなことを何かしたりですね。でも当時はチャリティーっていう言葉が愛っていう言葉ですね、慈愛っていう言葉がもっといい言葉かもしれないですけれども、慈しみと愛、そういう意味でチャリティーっていう言葉で使われていました。でも今はチャリティーって言ったら違う意味になってしまうわけですね。まあ、そういうふうに言語っていうのは時とともに変化するし、場所が違うと言葉も変わってきます。同じ言葉だから分かれたとしても違う言葉になってしまうわけですね。最初一つの言語だったとしても住む場所が違うとだん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 その場所で言語が発達して方言に分かれます。方言の時はまだ言葉が通じるんですけれども、方言の先にもっと分かれていくと違う言語になってしまうわけですね。これはヨハネの福音書ですけれども、ギッツラフ聖書ですね、訳ですね。始まりに賢い者ござる、ヨハネの福音書、この賢い者極楽ともにござる、この賢い者極楽、なんとなくわかりますか。この賢い者っていうのは恐れ多い者っていうことですね。頭がいい者っていう意味ではないわけですね。こっちに、はい、今の聖書では初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そういうふうに訳されるわけですね。ハンガリー語ですね、はい、でこういうふうにいくつかの言語今出ているんですけれども、このそれぞれの言語のルーツは同じなのか違うのか、それをどうやって調べるかっていうと単語を文字で書いていきます。それぞれの単語ですね、英語だと 1,2,3,4,5,6 とか、ちょっとはっきり見えないですけれども、ドイツ語だと Eins, zwei, drei, vier, fünf とかですね、まあ、そういうふうに並べていくとなんとなく似てるなっていうのが、単語同士が似ているなっていうのが分かります。英語で母のことを Mother って言いますね。ドイツ語だと Mutter って言います。父のことをファーダー、ドイツ語だとファーターって言いますね。そういうふうにこう単語を並べていくことで、あ、これ似てる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 、これはもともとはルーツは同じだっていうふうに見ていくわけです。でこの中で一つだけ全く違うのが何かっていうと、ハンガリー語です。同じヨーロッパの中にあるんですけれども、ハンガリー語は全く共通点が見られない。なぜでしょう。バベルの塔の事件の時の違うルーツから始まってるっていうことですね。逆に言えば英語からロシア語までは元は根っこは同じで、そこから分かれた言語っていうことですね。例えばですね、英語で水のことをウォーターって言いますね。ドイツ語ではバサーって言います。音だけ聞くとウォーターとバサー同じだと思いますか？音だけ聞くと全く似てないわけですね。でも文字にすると、あ、似てるっていうのが分かります。私オランダ語は分からないんですけれども、英語で犬のことをドングとかハウンドっていう言葉も使いますね。ドイツ語ではフント、これが犬ですね。オランダ語では何て言うでしょうか。オランダ人と会った時、会っ
で、あのオランダ語では犬のことなんて言うんですかって聞いたら、ホントって言いました。ホントって聞いたらホントって言いました、はい、こういうふうにしてですね、似た単語があるっていうことで、あ、これはもともと一つのルーツにつながるんだっていうことを調べていきます。はい、でここで一回休憩して、その先に行きたいと思います。あと50分ぐらいでしょうかね。頑張って学びましょう。先ほどヨーロッパの諸国の言語を比べてみたんですけれども、これはインドヨーロッパ語って皆さん言語学では一つの言語の体系としてインドヨーロッパ語族っていうのがあるっていうふうに言われていますけれども、その中ではこういうふうに分かれていて、左上のところはイタリックですね、イタリア語系列の言葉、その中にはラテン語とかフランス語とかイタリア語、スペイン語、ルーマニア語っていうのが入っています。その隣がヘレニック、まあ、ギリシャ語とかコイネギリシャ語とか、現代ギリシャ語、こういうのが入っています。その隣がケルティックですね、アイルランドのアイリッシュとかウェールズのウェルシュとか、そういう言葉が入ってます。その時その隣がバルトスラブ語ですね、リトアニアとかブルガリアとかロシア、ポーランド、それからチェコとかですね、こういうふうにいろんな国の言葉が分かれているんですけれども、それらをずっと元をたどっていくとプロトインディインドヨーロピアン語っていうふうになります。最初の言葉ですね、最初のバベルの塔で分かれた最初の一つの言語からこれだけの言語が現代分かれてきているっていうふうに理解できます。中国語には北京語とか広東語とか台湾語、まあ台湾語はそうですね、台湾語、福建語とかいろいろ言いますけれども、これらは皆さん方言だと思いますか、それとも言語でしょうか。言語に分かれているんですね北京語と、まあ、上海語とかありますけれど、それら北京語を話している人と上海語を話している人で言葉が通じないです。そうなるともう違う言語っていうふうに分けられるわけですけれども、でももともとは同じ言葉ですね。で、そういうふうに分かれていってしまうわけですね。時とともに、また住む場所とともに、分かれていきます。ですので間違った結論、先ほどは言語は変わらないでずっと来ているっていうのが間違ってるっていうことですね。もう一つ間違った考え方を言うと、言語が変わりゆくものだから、聖書は多くの言語がバベルの塔の事件でできたと言っているから、その聖書の言っていることは言語は変わってないんだっていう視点に立つと聖書は間違っているっていうふうに進化論を信じている学者からは指摘されるっていうことですね。で、進化論は正しいんだっていうふうに主張されるわけですけれども、もう一つ間違った考え方、言語は最初鳥や動物の鳴き声を真似して人がアウって言い始めて、それで現在に至ってるんだっていう考えですね。これ進化論の理解ですけれども、そうすると言語を遡っていくと一つになるはずだっていうふうに考えられます。じゃあ言語は一つになるのかっていうとですね、まあこんな感じですね、どんなに遡っても言語は20ぐらいに分かれて、そこから先遡ることができません。ということは、なぜそれだけのに分かれているのかっ
ていうことが問題になってくるわけですけれども、だいたいここで色分けされているのが20ぐらいの言語ですねに分かれています。なぜこういうふうに分かれてしまったのか、一つには絶対ならないわけですね。ということは進化論に基づく仮説も間違ってるっていうことが言えます。聖書に基づいて考えるとどうでしょうか。バベルの塔の事件の時に言語が分かれて、そこからさらに時とともに住む場所とともに言語が分かれてきたっていうふうに理解すると、聖書ともまた実際に私たちが経験する言語が変わっていくこととも一致するわけですね。ここまでいいですかね。じゃあ、創世記の10章には いくつの民族が書いてあるかっていうと60いくつかですね。70までは出てこないんですけれども、だいたいそれぐらいの言語に分かれたっていうふうに考えていいんではないかと思いますね。それが、時とともに6000以上の言語に分かれた。中にはもう使われなくなった言語もあります。死語っていうものですね。ですのでそういうのも含めると、かなりの数の言語に分かれたんじゃないかっていうことが言えると思います。現代人の祖先は聖書に基づいて考えると当然バベルの塔から移住してきた人々ですね。遠人や原人から、言語が分かれたんではないということですね。で、聖書に基づいて考えるとこのように言語が分かれてきたと考えられます。天地創造の時からノアの洪水までの時、この時に言語が分かれたかどうかは分かりませんけれども、多少言語が分かれてても不思議ではないと思いますね。ただノアとその家族は一つの言語を話していましたから、ノアの洪水の時生き延びた人たちは皆一つの言葉を話していたわけです。で、ノアの洪水からバベルの塔の事件までどれぐらいの時間があったか考えたことあります？はい、約2年後に、バベルのノアの洪水からバベルの塔の事件まで、はい、まあ大体100年ぐらいですね。で、ノアの洪水のあと100年ぐらいでほとんどその言語は変わらなかったと思いますね。ですから、バベルの塔のノアの洪水の時に、ノアとその家族は一つ当然一つの言語を話していたでしょうから、それから100年経ってもまだ一つの言語を話していたわけですね。そこからバベルの塔の事件が起こります。で、その時に、まあ、最高で60いくつか、最低でも20ぐらいの言語ですねに分かれたと考えられます。で、20の言語っていうのは現在の言語学の知識から言ってどんなに遡ってもそこまでしか遡れないっていう知識に基づいて考えると20ですね。60いくつっていうのは聖書に基づいて考えると60いくつですね。で、聖書の中で60いくつのうちこれとこれは兄弟の言語ってされるその言語学ではですね、そういうものもありますから、まあ、聖書に基づいて考えると60いくつなんだろうなっていうふうに私は思っています。はい、昨日おとといも話しましたけれども、天地創造の時、人が創造された時、アダムは最初から言葉を話していたわけですね。当然物を書くこともできたと思います。そういう知恵を最初から与えられているわけですね。例えばコンピューターを私使っていますけれども、皆さんも使うと思いますけれども、コンピューターは一つ一つ私たちが言語を教えなければならないですか。そんなことないですよね。最初から使えるようになってるわけですよね。
タイプすることもできるし、あの文字を読ませようとすれば読むことができるように作られています。これは人が作ったものです。創造主がアダムとエバを作ったとき、そういうことはできないでしょうかね。当然できるわけですよね。主は全能の方ですから。アダムとエバは最初から言葉が話せて、文字を書けて、主が語られたことを理解できる、そういう存在だったわけですね。進化論でいう原始人みたいな、何もわからないような猿みたいな存在ではないっていうことですね。でバベルの塔の事件で20弱から、まあ、20ぐらいから60余りの言語に分かれたと考えられます。そしてそう考えていくとですね、それから時代とともに現在の6000余りの言語に分かれるっていうのがきちんと説明できるわけですね。はい、ここのところで何か疑問とか質問とかあれば大丈夫ですか。はい、それではあの創世記の10章の8節からのところを見ていきます。ちょっと質問があります。はい、どうぞ。さっき主人も言ったんですけど、日本語とちょっと考えたときに、私は韓国人で日本語を学ぶときに文法は7割以上似ていると思ったんですが、発音はあんまり似てないんですね。だからそういうときはどういうのに説明できるんでしょうか。文法はかなり似てるけど発音的にはあんまり似てないというか、はい、そこがあの言語学者にとっては難しいところですよね。あの単語を並べたときに、韓国語でも日本語でも漢字を使いました。だから例えば感謝とカムサと似てたりするわけですよね。でもありがとうと感謝は似てないわけですよね。で、あのどういう言語を使っていたかっていうところが、もしかしたらその中国語を使っていたことで似ている部分っていうのもあると思うんですね。漢字に直した言葉は結構似てたりしませんか、韓国語と。その中国語って語順って英語式、英語式ですね。で韓国と、まあ、日本語もアルタイ語ですかね。それで語順同じで、あの文法もかなり近いということで、でも発音が違う。だからちょっと不思議だなと思ったことありますけど、はい、あの発音の違い、あの、まあ、先ほど言ったカムサと感謝の違いとか、まあ、そういう似たようなあの使い方はすることがあるので、もしかしたら一緒かもしれないし、あるいは言語と言語が混じり合って、中国語を使うことによって混じり合って似てるところもあるかもしれないし、それはあの言語学者によって韓国語と日本語はルーツが同じだっていう人と、いや違うっていう人と分かれます。で本当のところはどうか私たちは分からないわけですね。はい、で、あの創世記の方を見ていきますとですね、ニムロデによってこのバベルの塔の事件が引き起こされるわけですけれども、でニムロデはどうしていったかっていうと、バベルの塔の事件を起こした後ですね、バベル、エレク、アカデで10節のところですけれども、彼の王国の初めはバベル、エレク、アカデであって、皆シヌアルの地にあったっていうふうに書かれています。その地から彼はアシュルに進出し、ニネベ、レホボテイル、ケラフおよびニネベとケラフとの間のレセンを建てた。それは大きな町であった、こういうふうに書かれています。でニムロデが最初に建てたバベルの塔ですけれども、でその後あのバベルの次に住んだエレクでもアカデでも似たような塔が建てられています。そういうのを私たちは何て呼んでいるかっていうと、ジグラットとかジグラートっていうふうに読んでいます。で、あの
創世記の11章3節ではレンガでこの塔を建てているわけですね。これはウルのジグラートですね。で、当時の人たちはこのジグラートを建てていって、このウルのジグラートはこんな姿だったと考えられますけれども、で、いくつかの層に分かれていて、一番上ではこの、天体、月の、この場合は月の女神ですけれども崇拝されています。で、人が考え出した神々が崇拝されているわけですね。で、言語に関して考えると、まずノアとその家族は同じ言葉を話していて、バベルの塔の事件でたくさんに分かれたっていうことをまず共通認識として知っておく必要があります。で、10章の25節にエベルには2人の男の子が生まれ、1人の名はペレグであった、彼の時代に地が分けられたからである。この10章の25節も実は大切なところで、新改訳聖書では地が分けられたって書かれています。口語訳聖書では地の民が分けられたっていうふうに書かれています。で、どっちの訳も訳せるんですけれども、意味的に訳せば地の民が分けられたっていうことの方が正確に伝わりますね。これはその創世記の十章は地の民が分けられることを表しているからですね。言語の文字の訳としては地の民と訳すこともできるし、地と訳すこともできる言葉ですけれども、この文脈から言って創世記十章は地の民が分けられているところですけれども、このペレグが生まれた時であれば、ノアの洪水の102年後でしょうかね。で、アッシャー司教が調べたところでは、ペレグが5歳ぐらいの時に地の民が分かれたっていうふうになります。その場合はノアの洪水の107年後ぐらいになりますけれども、いずれにせよだいたい100年ちょっとした頃にバベルの塔の事件が起こったっていうことですね。で、どういう人に分かれたかっていうと、ヤペテの子孫として名前が挙げられているのはまずゴメルっていう人が出てきます。で、このゴメルはインドヨーロッパ語族の祖先っていうふうに考えられます。で、ゴメルから全てのインドヨーロッパ語族が出てきたと考える必要はなくて、そのゴメルと一緒に移住していった人たちですね、そこから分かれていったと考えられます。で、ヘロドトスの書いた書物にもゴメルという名が出てくるっていうことですね。それからアーリア人、そのメソポタミアの最初の人たち、それから、違いますね、アーリア人はヨーロッパに移住していった人ですね。で、その祖先は、彼らはヤペチって、自分たちの祖先はヤペチだって言ってるんですけど、おそらくヤペテのことだと考えられます。それからマゴグっていうのが出てきますけれども、マゴグ、マダイ、マゴグっていうのは、これはゴグの地っていう意味ですね。ゴグの地、ゴグっていう言葉は今は、昔はグルジアって呼びましたけれども、今はジョージアって呼んでますね。ロシアに、ロシアのグルジア、あ、ジョージア共和国ですか、そっちの方ですね。それからマダイというのは、これアルファベットで書くと分かりやすいんですけど、あ、似てるなっていうふうに分かりますけれども、おそらくここからメドペルシャの人々が現れたと思います。で、ヤワンの父はヤペテですけれども、ヤワンの子孫はイオニアに行くわけですね。イオニア、ギリシャです。で、ギリシャの伝説にはヤワンの父ヤペテも出てきます。また書いてありますけど、旧約聖書ではヤワンのこと、ヤワンってあるとギリシャを指して使われることがよくありますね。
それから、トバルという人物が出てきますけれども、このトバルはおそらく昔はトバリシ共和国、今はトビリシですかね、トビリシという都市がありますロシアにですね、この祖先ではないかと考えられます。私が住んでいる茨城県の茨城町というところには奥の家という土地があるんですね。で、奥の家に住んでいる大地主が奥屋さんという奥の谷と書きます。で、そういうふうにですね、最初に住んでいった人た、移住していって住んだ人たちの名前がその土地につけられるっていうのはよくあることですね。で、そういうふうにしてそのこの聖書に出てくる人たちの名前からそれぞれの土地の名前がついていった可能性が高いわけですね。メシェクっていう人が出てきますけれども、この人たち、この人の子孫からモスクワっていう都市ですね、メシェクが住んだところがモスクワだった可能性があります。あるいはメシェクの子孫が住んだところがモスクワですね。チラスっていう名前からの人の子孫はおそらくトラキア人ではないか、チラスとトラキアでは全然発音は違うんですけれども、アルファベットにすると非常に似ているのが分かると思いますね。こういうふうにしてですね、キティムっていうのはキプロス島ですね。それからクシュっていうのはエチオピア人のことを指している。今日私たちはそういうのが分かっています。ミツライムっていうのは古代エジプト人ですね。それからプテっていうのはリビアを指している、リビア人ですね。サブテカっていうのはスーダンに移住した人たちっていうことが知られています。で、この中でですね、これはみんな、セムハムヤペテのハムの子孫ですね。ここに出てくるのはハムの子孫の中にキティムとかクシュとかミツライム、プテ、サブテカってありますけれども、皆さんエチオピア人って皮膚の色何色でしょうかね。黒ですね。ですから一般的には黒人と呼ばれますけれども、ミツライムはどうだったでしょうかね。古代エジプト人、白です、白人なんです。で、同じハムの子供の中に黒も白もいたっていうことがここからも分かります。で、ということはよくクリスチャンの中で誤解されているのは、ハムの子孫はみんな黒人でアフリカに行ったっていうのはこれ間違いですね。黒人もいれば白人もいたっていうことですね。それからアシュルはアッシリアに住んだ人たちですね。シドンは、シドンっていうのはフェニキアの都市ですね、の名前です。それからヘテ、今はヒッタイトっていう名前になりましたかね、新改訳聖書でも、昔はヘテって言ってましたけれども。で、ヒッタイトの子孫はどういう人たちでしょうね。例えばエジプトに侵入したヒクソスの侵入って皆さん覚えてます？あんまり歴史は得意じゃないでしょうか。そのヒクソスもヒッタイトの子孫です。それからヒッタイトの子孫の中にはモンゴルに移住していった人たちもいます。そのモンゴルに移住してその先ですね、韓国に移住した人たちもいます。その先、日本に移住した人たちもいます。蒙古藩ができる人たちはヒッタイトの子孫の可能性がありますね。そういう視点で見ていくと韓国語と日本語は似てるんじゃないかなっていうふうなこともわかります。それからシニっていう人が出てきます。17節ですね。シニムと関係あるかもしれないっていう書いてありますけど、シニムっていう言葉は
イザヤ書の49章に出てきます。どこを指しているかっていうと中国を指しています。皆さんは昔日本では中国のことを何て言ったか知ってますか？シナって言っていました。シナ人って呼んでましたね。ローマ字で中国のことを、まあ、ローマ字じゃなく英語ではチャイナですね。チャイナをローマ字読みすると何て読みますか？チナですね。似てると思いませんか？おそらくこのシニの子孫が中国に渡っている、まあ、中国にはいろんな民族が来ていますけれども、その中の、おそらく漢民族がこのシニの子孫ではないかと思われます。で、中国の最初の皇帝ですね、中国に行った歴史上はっきり分かっている皇帝が舜という人です。これもスペルで書けば、舜、まあ、シニと似ているわけですね、まあ、そういうことで、こういうふうにその創世記10章に書かれている民族から全ての人が分かれていっているわけですね。セムの子孫はメドペルシャの元、まあ、メドペルシャは先ほどの誰でしたっけ、メディ、ですね、マダイとかですねも言いますけれども、一人だけが一つの国を作ったんではなくて複数で一つの民族となっていった可能性もあります。で、先ほどから、これを、アシュルはアッシリアで、アラムはアラム語の元ですね。それからアラビア、ヨクタンはアラビアに行ったとか、セムの子孫は実は、これはまた別ですね、日本人のルーツはどこかっていうのを結構皆さん興味を持っていると思います。で、ハムの子孫はのカナンの子ですね、シニ人、中国人も日本に来ていますよね。ハムの子のヘテの、あるいはヒッタイトの子孫、モンゴル経由、韓国経由で日本に来ています。それからヤペテの子孫、アイヌ民族はヤペテの子孫だと考えられます。これは北欧の文化とアイヌの文化が非常に似ていて、楽器も全く似たような楽器を使っていたり、船も全く似たような船を持っていたりですね、そういうことから北欧の民族とアイヌ民族は共通で、おそらくヤペテの子孫ではないかって考えられます。それからセムの子孫も日本にはやってきていて、おそらく過去においてイスラエルと日本っていうのは貿易をしていただろうっていう形跡がかなり見られます。で、ハタ氏族という氏族はおそらくイスラエル人の子孫ではないかっていうふうに考えられますから、日本人っていうのは昔は単一民族だって言われていましたけれども、結構ハム、セム、ヤペテの子孫が入り込んできているっていうことですね。これは創造主訳聖書の中に分かる挟んであるものですけれども、この創世記10章に書かれている民族がどこに移住していったかっていうのが、この矢印の場所に移住していったよっていうことですね。矢印のないところはその文字が書いてあるところに移住していったよっていうふうに分かるように作られた図です。それからそうですね、創世記11章のところのバベルの塔の事件をちょっと振り返ってみたいと思うんですけれども、ニムロデはなぜ
このバベルの塔を作ったかっていうと、我々は町を建て、頂が天に届く塔を建てよう、名を上げようということで、そして名を上げようということですね。それから我々が全地に散らされるといけないから。で、創造主はノアの洪水が終わった後、埋めよ増えよ地に満ちよ増え広がるようにって祝福されたわけですよね。それに対してニムロでは、自分は天に届く塔を建てよう。この天に届く塔っていうのは誰がいるところですか？創造主がいるところに自分は立とうっていう意味ですね。自分が創造主に従うんではなくて、自分が創造主の立場に立とうっていうことですね。そして我々が全地に散らされるといけないからっていうのは、埋めよ増えよ地に満ちよっていうのに対して、いや自分たちは一つところに集まるんだっていう、これも主に対する反逆です。で、ニムロデが自分はバベルの塔を建てて天に届く塔が立ったって思ったかもしれないですけれども、建てられると思ったかもしれないですけれども、天から見たら全然届かないわけですね、当然ですけれども。そして11章の5節では、その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた、わざと降りてこられたって書かれているんですね。ニムロでは自分は創造主に並んだって思ったかもしれませんけれども、主から見たらずっと下の方ですね。で、私たちは思い上がって、自分は神のようになった、そう思っている人が世の中にはたくさんいます。特に成功している人たちですね、予的に成功している人の中には、まあ、全部が自分の思い通りになるんだっていうふうに思っている人がいます。でも私たちが気をつけなければならないのは、それで自分は神になるわけじゃないっていうことですね。創造主になるわけではない。当時の人たちが願ったのは創造主の座に就こうとしたっていうことですね。進化論を信じている人たちは何を主張するかっていうと、これクリスチャンじゃなく進化論を信じている人たちは、まず創造主を否定することから始まっています。神はいない、自分たちが進化した進化上の頂点に立っているんだ、そういう思いですね。ニムロデと非常に似ていると思います。私たちは創造主を認めて生きるのか、それとも創造主はいないとして生きるのか、それが大きな分かれ目になると思いますね。創造主はいないと考えて作り出された進化論を信じてしまうと、どういうふうになるかっていうと、創造主がいるかいないか分からなくなってしまいます。進化論的な創造っていうのがあるのかもしれない、有神進化論ですね、そういうのを考え出したりですね、人の考えをに、まあ、人の考えに聖書を何とかして合わせられないかって考えたりしてですね、それは私たちが創造主に対して逆らう方向に心が向かっているんだっていうことをここに留めていただきたいと思います。そして私たちは、なぜ言語がこれだけたくさんあるのかっていうと、それは私たちの祖先が主に逆らった結果であるっていうことですね。で、ニムロではバベルの塔でしていたことは偶像崇拝です。で、創造主に逆らうことと人間たちの世界を統一することですね。これから世の終わりが来るわけですけれども、世の終わりでも同じ方向に向かいます。創造主を否定して世界を、人間の世界を一つにしようっていう動きですね。私たちはニムロデと同じように罪の性質をまだ持っているわけですね。私たちの体が完全に贖われる時まで、私たちは罪の性質を持ちながら、でも主に
作り変えられてキリストに、キリストのに顔を向けながら主に顔を向けて生きることができるように作り変えられているわけですね。私たちは常に主に対して謙遜になるのか、主に対して傲慢になるのかが問われています。主に対して傲慢になったら私たちは低くされるわけですね。主に対して謙遜になったら主は私たちは主が高めてくださいます。私たちは高められることを望むわけではないですけれども、主が用いてくださるのためには本当に私たちが主の言葉、聖書の言葉の前に謙遜になることがどれだけ大切かということを考えていただきたいと思います。聖書を読むときにこの世の考えではこうだから聖書のこれは間違ってるっていうふうに思うならばニムロデと同じことをしてしまうんだ、逆にこの世の考えではこうだけど聖書がこう言ってるから聖書が正しい、そういうふうに考えていくならばですね、主に喜んでいただけるっていうことを心に留めていただきたいと思います。この世の考え方ですね、どちらの鍵を使って考えるか、私たちは常に問われているんだっていうことですね。第二テモテの2章14節15節にこう書いてあります。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように神の御前で厳しく命じなさい。テモテは牧師をしていましたけれども、人々が何の益にもならない聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉の論争をしていたということですね。それはなぜかっていうと聖書の権威を認めないで自分たちの考えを教会に持ち込もうとしたからです。パウロはそのことをやめさせるように、そうじゃなくて聖書の権威をまず認めて聖書の言葉にの前にへりくだることの大切さを教えています。15節では、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努めなさい、こう書かれています。ここで恥じることがある働き人ってどういうことでしょうかね。世の中では進化論が教えられている、自分は創造を信じている、あ、なんか進化論の中に出ていったら恥ずかしいなとかですね、ちょっと天地創造のこと言わないでおこう、言ったらきっとバカにされたりするから、そういうような思いで世の中に出ていくな、あるいは聖書を聞きたいっていう人に聖書のことを中途半端にしか語らないなら進化論のためにですね、それは恥じている働き人ですね。聖書が教えているのは熟練したものはどうなのか、真理の御言葉をまっすぐに解き明かすって教えてるんですね。私たちはそうなりたいわけですよね。ぜひ主に顔を向けて主に喜ばれるように、私たちが御言葉をまっすぐ解き明かせるものにさせてくださいと願っていきましょう。またそれに必要な背景としての知識としてこの創造論はあります。ですから分かんないことがあったら私に聞いていただいてもいいですし、調べていただいてもいいと思います。間違った方法はこの世に調子を合わせようとすることですね。正しい方向は聖書に書かれていることは常に正しい。で、どのように相手に理解してもらったらいいだろうかっていうことを考えていくことですね。はい。時間は何時まででしたっけ？30分までですね。はい。で、これで言語の起源の話をしましたけれども、皆さんこの話を聞いてさらに分からないこととか、あるいは感想とか言っていただいてもいいでしょうか。
それで時間が余ったらもうちょこっと話します。じゃあソジョンさんのところから何か考えたこと、質問でもいいです。感想は後で、はい、ちょっと考えて、はい、あんまりないですかね。たまには力ね。ええ、はい、これですかね、はい、写真撮ってくださって大丈夫です。なんか質問していいですか。はい、あ、すいません、なんか授業で、大宣教命令のところがなんか、あ、ごめんなさい、今日の話とつながるかはわからないんですけど、なんかそのあらゆる国の人々を弟子としなさいっていうのが民族だみたいな、なんかそのあらゆる民族に述べ伝えるっていうふうにこう習ったんですけど、その中の民族っていうものは、その宇佐美先生はどういう分類で考えられますか。なんかその今のお話だと、その多分言語的な部分とか、なんかその遡っていくと結構こう集約されていくというか、でも現代だとものすごく分かれていってるじゃないですか。その大宣教命令における民族はどういう民族、まあ、世界中の人々って考えていいと思うんですけれども、で、英語ではグレートコミッションって言います。でコミッションっていうのは委任っていう意味ですね。日本語では大宣教命令っていう言葉が使われますけれども、大いなる委任っていう意味で英語は使われています。でそれはどうしてかっていうと、すべての権威をイエス様が持っていて、そのすべての権威を持っているイエス様が私たちをにその権威を委ねて使わされるっていうことですね。だから日本語のニュアンスだと宣教することを命じているっていう感じがあるんですけれども、主はすべての権威を持っていて、私たちにその伝える役割を委ねてくださっているっていうことなので、それは神学用語なんですけれども、どちらもですね。でその私はその大いなる委任っていう意味合いの方がいいなと勝手に思ってますけれども、はい、打足でした。すみません、ありがとうございます、はい、特になければ回してただ回していただいてもいいですけれども、ちなみに、まあ、簡単な質問かもしれないですけど、そのバベルの時とかの時って、この今のこの日本地図こう作っていますけど、その時の地図ってどういった形なんですか。バベルの時は現在とほぼ変わらないですね、はい、ただですね、今はこういう状態ですけれども、バベルの塔の事件があった頃は氷河期に突入していた時期ですね。ですから今より氷河期の時は氷河がその陸地を氷が覆っているわけですけれども、だいたい地球がこうあるとしたら、上の3分の1と下の3分の1ですね、まあ、地球を6つに分けると、高緯度地方、中緯度地方、低緯度地方、低緯度地方、中緯度地方、高緯度地方に分かれますけれども、その高緯度地方はほぼ氷に覆われていました。で中緯度地方だと山間部は氷に覆われていたわけですね。ですので北海道も氷河地形ってあると思いますし、
長野県とか富山県あたりにも氷河地形があります。あの高い山のあるところですね。でそういうところでは氷河が発達していたの で発達して本当に発達しているところだとだいたい700メートルぐらい、今はあの氷河が全くないところに700メートルぐらいの厚さで氷が積もったと考えられます。そうするとどこの水が減ったでしょうね。その水はどこから来たか、まあ雪となって降るわけですけれども海水が蒸発するわけですね。それで陸地に降って氷になるので海の水がその分下がっていきます。海面が下がっていったと考えられます。でそうなるとどうなるかっていうと世界中がほぼ地続きになるんですね。で、その地図を見せた方がいいですね。ノアの洪水が起こった時にどうなったかっていうとノアの洪水の時に大陸移動が起こったと考えられます。ノアの洪水前は一つの大陸だったわけですね。でそれはあの創世記の一章のところで乾いたところが現れよ海の水は一つところに集まれっていうところですね。それで大陸一つだったのがノアの洪水の初めにですねまず地はことごとく裂け天の水門が開かれた、創世記の7章11節です。で地がことごとく裂けっていうのは今プレートと呼ばれているものですね。あのプレートっていうのは他の惑星なんかを見ると一つしかありません。全部つながってるんですね。でも地球だけたくさんに割れています。それが起こったのがこのノアの洪水の最初だと思いますね。でそのプレートに分かれて火山噴火とかいろんなのが起こるわけですけれどもでそれによってあの海水温がだいたい30度ぐらいまで上がったと考えられます。平均でですね。でその後そういう火山噴火とかは何を起こすかっていうと、噴火の火山灰とかあの硫化水素が発生して吹き上げられてその硫化水素は本当に細かい粒なのであの一般にそういう細かい粒をエアロゾルって呼ばれるんですけれどもそういうのは太陽光を反射します。でそうするとこういう火山灰とかエアロゾルによって、太陽光が反射されてそしてあの地表が冷やされるわけですね。でエアロゾルはだいたい一つの噴火で発生したものは3年から5年ぐらいは空中にとどまっているって考えられています。ですからあの世界規模であちこちで噴火が起こったらそれこそ地表は簡単に冷えていったんじゃないかって考えられます。で、海水温は30度ぐらいに上昇してその後大陸移動が起こるわけですね。こういうふうな最初の一つの大陸ですね。それが分かれていったと考えられます。で、これはあの同じ化石がこの分かれたところからもともとつながってたと考えられるところから出てくるっていうそういう証拠があります。こんなふうなですね。これウィキペディアに載ってますので皆さんも大陸移動って調べるとこういう図を見ることができます。もともとはこういうこれあの下半分ですね。
上半分もありますけれども、実際はもともとつながっていましたけれども、それが分かれて現在のような大陸に分かれた。それがノアの洪水の後半の時ですね。どんどん分かれていったのが、前半は地層となって堆積して動物たちは中に埋められて、それが後半でこう分かれていってっていう感じですね。それで、話が長くなっていきましたけれども、大陸移動説って、はい、あれの世の中では何万年もかけてこうだん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 分かれたっていうのを、ここの聖書に基づいて見るならば、前は一つの大陸だったのはノアの洪水でこうガラッと分かれたというふうに考えるのが聖書の見方だ。はい、そうですね。はい。はい。ええ。はい。この先ほどのこの化石の証拠は、それをまさに物語っていると思いますね。で、化石ができたのはノアの洪水の時ですから、で、このノアの洪水の時つながった状態でそれで化石ができているので。で後半で分かれたっていうのも間違いないと思いますね。後半っていうのは水が引き始める時点ですね。どうして水が引いていったかっていうと、大陸が分かれることによって大陸と大陸が衝突したりですね、例えばここにインドがありますけれど、インディアってありますけど、これがユーラシア大陸にぶつかっていくわけですよね。でぶつかった時にインドは下に滑り込んで、インドの上に乗っかってる地層がありますね。ノアの洪水の時に積もった地層がユーラシア大陸の上に乗ってる地層とぶつかって、でそれが押し合ってこう押し上げるわけですね。そういうふうにしてできたのが周極山脈って呼ばれるものですね。アルプスとかヒマラヤ山脈とか周極山脈です。それはこのノアの洪水の時一気にぶつかって、それでぐにゃぐにゃってなって盛り上がってできたっていうことですね。でノアの洪水の時にそういう高い山ができていった、後半の時ですね。でそれが水が引く原因の一つでもあります。また深い谷ができたりですね、ということですね。で、それは洪水の話をするときにもっと詳しくお話ししたいと思いますけれども、で氷河が発達したときですけれども、だいたいノアの洪水から500年から700年にわたって氷河期があったと考えられます。でですね、氷河が発達すると海面がだいたい120メートルぐらい下がったと考えられます。これが氷河が発達するとですね、こんな感じですね。海面が最初はどう変わりましたかね。これあそこが海です。海が始まるところですね。で氷が乗っかるとこういうふうに変わります。ありがとう。で、これかな。はい、最初ここら辺が海だったの、海が始まってたところがここに下がります。そうするとここは今は海ですけれども、また氷河期が終わってまた海になってしまいましたけれども、海氷河が発達してた時はここが陸地になってたわけですね。でそういうところを陸橋っていうふうに、陸の橋と書いて陸橋と呼びますけれども、そうするとですね、世界中はこのようになります。世界中の陸地がほぼ地続きになってしまうわけですね。でなので、民族が分かれていくときに、今は海のところも
渡っていくことができたわけですね。で世界中の民族がのにあの洪水伝説とか天地創造の話とかそういうのにその聖書の話と似たものが残っています。でそれはこういうふうにしてバベルの塔の事件の後世界中に分かれていったからだと考えられます。はい、今はこういう大陸の形ですけれどもノアの洪水が終わって500年から700年にわたってはこういうこっちの姿ですねだったんだっていうことですね。はい、私質問に答えてました。 ありがとうございます。はい、はい、次の方花輪さんどうでしょう。あ、もう終わりですかね。あ、残念ですね花輪さん。またあの機会がありましたら話させていただきたいと思いますのであのどんな話を聞きたいかっていうことをあの考えておいていただくとそういう話をさせていただきたいと思います。はい、ではあの伊藤先生代表してお祈りをお願いします。